明けましてライト、イエーイ、明日始まったね、始まりました。本当に今週も来てくれたね。だったらこの瞬間、ね、この時間、酒蒸しナイト、しちゃったね。素晴らしいタイムだ。昨日は何の日でしたか。昨日はだな、園庭ナイトがあったで。いや、もう最高、楽しかったで。楽しかったですね、本当。いや、最高で、もうね、飛び跳ねまくったし、登場しまくったで。ポケタも大活躍だったじゃないかい。ああ、誰そうだった、セタも。あ、そう、セタも頑張った、ね、セタスズラもすごかったで。待って、中身も頑張った。中身もそうだな、中身も大活躍。エンテイガールズも大活躍、うん、ねえ、エンテイガールズ、ね、みんなも頼い、そう、超大活躍だったね、すごかったで。ちゃんと見た。うん、いや、そうだった。お、うん、見たね、もちろん。ちゃんと見た。見てたで、俺はこの2つの可愛いこのまん丸お目目で。本当？おや。え、ステージからこのピンク色見えなかったけど、本当にいたの？ね、本当にいたの？ね。あ、いたね。ね。嘘ついてない。もちろん。何むせてるんだい。俺なんて嘘をついたことは一度もないぐらいだから。ほう。うん。へえ。もちろんだね、もうね、俺は嘘つく人が嫌いだからな。そう、嘘つく鮭は好きなんですか。まあ、鮭の嘘はまあ仕方ないかな。じゃあ嘘ついてる。それじゃないかな。もうわけわかんないっすわ。まあ、まあ見てたぜ。うん、まあ、信じよう。うん。オッケー。そうだな、まあね。さあ、大丈夫かい。大丈夫じゃん。鮭が、うん、体調不良で。今日も元気ビンビンだね。元気かいだね。昨日騒ぎすぎたんじゃない。今ちょっと喉に骨が刺さっただけ。骨刺さった。それ折れてるのか。今ちょっと焼き鮭食ってたから。食ってた、共食いしてた。食ってた。鮭大好き。やっぱおにぎりの具といえば鮭だからな。おいしい。うん、まあね、鮭以外は俺は認めない。梅干しは認めない。あ、認め、あ、美味しいな。あ、認め、梅干し美味しいな。結構ありだな、昆布も好きだしな。たらこも。あ、いいな、たらこいいな。なんでもいいじゃないですか。なんでも OK です。結構好きだな、俺おにぎりなんなんでも好きだな。あ、本当ですか。あ、いいな、あの、混ぜ込みわかめとか。おぉ、あ、美味しい。あれ大好きだわ、俺。美味しいわな、小さい頃からもうね。うん、このおにぎりがね、混ぜ込みわかめだった時の興奮な。え、そんなに高価なものじゃない。大好きなんだね。逆に鮭の方が嬉しいけどな。あ、確かにね、鮭はいいな。ね、うん、鮭は何でも合うから、お茶漬けでもね。美味しい。うん、最近はね、俺、あの、鮭フレークがちょっとハマってるな。美味しい。うん、まあね、鮭フレークといえば、うん、ね、なんか焼いた鮭を、うん、まあ、フレークした、ほぐしたものだけど、うん、なんか生っぽいやつなんかもあったりして。生ではないんだけども、うん、なんていうのかな、サーモン。そう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 。あ、もう、なんて食感が滑らかというか、うん、うん、なんか逆に炙ってあるやつもありますよね。うん、そういうのもあるな。美味しそうだよな。なんか私、隣にも鮭っぽいのが見えるんだけど、うん、あ、これはな、なんか、トキタン、魂は入ってないのかな。あ、トキタン、魂入ってない。ちょっと入ってないのかな、ね。あ、まあ、これがトキタンっていうね、まあ、俺たちの仲間なんだって。うん、ね、かわいい、ハートの名前はね、まあ、通称トキタン。トキタン。正式名称がトキツツジタン。ツツジちゃん。うん、ツツジタンですね。あの、ツツジの花から名前が取っているんだね。おね、このツツジ。これはこれどれ、ツツジの花ですか。どれ、あ、よく見ない。おびれ。鮭が接近でこない。変わりましたか。急接近。かわいい。こっちは怖い、このあのしゃくれ具合がすごいドアップね。これ武器だからね。怖い、刺されそう。これかわいい。いいやろ、これ尻尾がハートになってるんだね。かわいい、ラブリー。まあ、しかもここ、ほら、このヒレなんかもかわいいね、ハートになってて、しかもね、この目もね、うん、ハートなんだよ、ね、かわいい。もうね、ハートで埋め尽くしたキャラクター、うん、トキツツジタン、もうめちゃめちゃかわいいね。気持ちいいし、うんうん、かわいい。そうだって、俺だって気持ちがいいぜ。あ、触ってみたら電気入ってるわ。いっぱい頑張ってきたから、ね、もうちょっと死ぬかもしれない感じの話だけど。そうだって、もう結構1年近く頑張ってきてるから。うん、あ、結構頑張ってるね。そうだって。この姿結構
あるを繰り返しながら今に至ったからな。そろそろもう一回。うん、そうだな。またリニューアルしたいところだね。ちょっとヒゲが出てきてる。ヒゲじゃない。これはちょっとした。何？ちょっとしたほっちゃれ具合だ。ほっちゃれてるから。ヒゲない。最近この辺からこう紐がヒュッて出てきてしまうのがちょっと悩みなんだね。さっきセタが切ってあげたわ。ありがとうなんだね。ね。あれはね、切らずに引っ張ってしまって、そのビューってこう、気をつけてくれ。本当に続いて、しかもこの辺が本当になんか、こつれるから。こつれる。そこは気をつけてほしいんだね。経験済みで。うん、慎重に頼むね。OK です。そうなんだね。うん。なんでこんなね、お魚のキャラクターがね、ちょっと向かれた。今なんかこっち向いてた気がするのに、なんか。あれ動いてるのか。いや、動いたかな、なんか一瞬でなんかそっち向かれた気がしたんだけど、気のせいだったかな。そっかトキタンこっちを向いてくれなんだぜ。トキタン、いないんじゃないか。あ、いないね、お留守だわ、今日はお留守番、ね、うん、さっき見たのは何だったの。そうなんだよ、ね、いや、わかんねえ、俺見えてないし。誘ったお前、気のせいじゃねえのか。気のせいかな。うん、そうだと思うね。トキタン、まあ、こんなトキツジタンはね、うん、函館を担当しているキャラクターだから、函館のご当地キャラとして、うん、俺たちと一緒に活動していくからよろしくなんだね。よろしくな。かわいい。いや、でもシャケムシさんより人気出そうですね。そんな、かわいい。そんなことは確かにかわいいのは認めるけどな、うんうん、まあ、人気ナンバーワン、うん、俺は何と言っても俺だね。え、でもちょっと顔でかすぎてちょっと邪魔だから。何言ってるんだね。ちょうどいいサイズで。ほら、ぶつかった。結構当たっちまうな。当たったね。ちょっとね、狭いね。これがアイラスターなんじゃないのか。ボディーコンタクト。いや、顎コンタクト。ボディータッチ。顎ずつ。顎攻撃。アントニオ、猪木的な。猪木的な。顎で。ちょっとね、うん、立派な顎が。まあね、俺はね、うん、まあ、大人気だから。ただ顔が確かに大きい。大きい。だから子供たちにちょっと近づいてみたら意外と怖くて泣かれることも多い。確かになんかそれ見たことある気がするわ。だからその辺をうまく、トキタンは克服してくれるんじゃないかと期待しているね。トキタン、うん、トキタンどうだい、やってくれるかな。あー、でも今日はやっぱりいないのかな。いないようだな。トキタン、うん、魂はどっかに行っているような。ただのマネキンじゃないか、これは。トキタンマネキンかな。別に、うん、そうじゃないか、これは。よくあのスーパーマーケットとかにあるマネキンに、うん、まあ、かぶせたというか、かぶせた、かぶせたじゃないな、まマネキンタイプの、まあ、マネキンタイプのそうそうそう、ね、トキタン。そういうことじゃないかな。そうだったんだ。そうなんだね。まあね、こういうことで、うん、2人プロダクションにお魚のキャラクターがこれで3キャラクターになるんだね。お魚が、うん、3キャラクター、はい、まず俺、うん、そしてこのね、ツツジタ、で、以前からおなじみの田内さくらなんだね。あ、そっか、さくらちゃんも、うん、お魚の田内さくらも俺と同じ、さくらわすなんだね。あ、そっか、うん、なんかあやかちのイメージが強いから。あ、なるほど。お花のイメージがちょっとね、公認コスプレイヤーの生田あやかちゃん、うん、そう、ね、通称あやかちな。そう、あやかちね、確かにそのイメージはあるかもしれないな、うん、あやかちはちゃんとした人間だからな。ね、あやかちはお花系、うん、かわいい。そう、ね、あやかちがお魚キャラクターのコスプレをしてくれているということなんですよね。サクラマス、サクラマス、そしてトキタン、トキタンはトキタン何、トキシラズっていう。あ、そうか、トキシラズ、鮭の一種だな。鮭の一種、ほう、これがまた説明をが必要かもしれないけど、必要だ。まあ、トキシラズ、まあ、一言で言えば鮭と同じなんだね。お、ただし、うん、鮭といえば遡上するよな、産卵のために、うんうんうん、子孫繁栄のために、うん、ね、俺の帰って子孫繁栄、ね、どこだろう、うん、そのために、ああ、うん、うん、まあ、遡上してくるわけだが、遡上するのは秋だよな、やっぱり、うん、普通はな、ね、秋だけど、時知らずっていうのは季節を間違えたり、お、時知らず、夏とか春に遡上してしまった鮭、へー、そういうのを時知らずっていうんだね。え、こんな可愛い子も遡上するの。もちろんだね、もう若くて可愛い子もね、遡上してしまうんだね。そうなんだ。そうなんだね。お、可愛くて、うほ、いい魚って感じ。ゴリラ入りました。そんなことはないで、へ、うん、そうなんだ。そう、それがトキシラーズっていう。鮭にもいろいろ。そうそうそう、トキシラー、通称あのトキシャケなんて呼ばれたりする。トキシャケ、うん、だから秋よりも夏とか、うん、それぐらいの時期にこうお魚屋さんで、うん、トキシャケと書かれて並んでいたりするんだ。へ、そうなんだ。そうそうそう、そんなお魚だって、まあ、これはね、トキシャケちゃん、うん、普通の鮭よりもやっぱり希少価値が高い。
そして美味しいということで、うん、あ、美味しいんだ。そうなんだ。もちろん鮭はまあどれも美味しいけれども、トキ鮭も美味しいんだぜ。トキタンが一番可愛い。可愛いじゃない、美味しい。まあまあまあ、そんなことはない。やっぱり俺、サクラマスも一番美味しいんだぜ。へー、そういうことだな。まあどっちもナンバーワンっていうことで、そう、うん、リンゴかオレンジかぐらい、これぐらい、もうどっちがいいなんてね、優劣つけがたい。セタは、うん、みかん、うん、みかんの方が好きだな。みかんの方が好きだな。ああ、リンゴじゃないのか。リンゴはちょっとね、うん、あのめんどくさい、包丁めんどくさい。うんうん、リンゴだってあの皮のこうシャリッと、いやでもちょっと洗わなきゃ。シャリッと、あ、血が出た。血出る。確かに血が出た。はい、おば。なあ、これができるだろ。うん、いやでも血出ちゃうんだったらやっぱみかんの方がいいね。あ、そうか、それはあるか。ね、確かにな。うん、みかんは確かに美味しいな。美味しい。年中夏のみかんも美味しいけれど、うん、冬に食べるみかんもまた格別だよな。あ、そうだ、こたつ、うん、こたつ今あのセッタースズランの中身の限定ガールズが、うん、寒いから、うん、こたつ募集してるんですよ。あ、なるほど、うん、よかったらこたつ皆さん買ってください。あ、冬だからこたつを募集。そう、こたつ募集です。なるほどね、ぬくぬくと冬をする。そう、寒いんですよ。もし俺が当選か作っちゃうかな。お、作ってくれる。お、かわいいの作って。ね、真ん中になんかガスバーナーかなんかしよう。ガスバーナー、何、足燃えない、大丈夫。大丈夫、こんがりと。ちょっと危険な。焼き鮭しよう。焼き鮭、焼き犬、危険な。いや、犬は行くじゃないけど、犬焼きちゃう。そう、危険。危ないな。仲間割れだわ。そうだな。いいな、こたつの時期にそろそろなってくるな。ね、寒いですね。いいな、やっぱあのこたつっていうのは、うん、あの一つの空間にみんなが入るっていうところにやっぱり美しさがあると思うんですよ。いいですね、家族だな。そうそうそう、そこに人が集まり、そこで生まれる会話。なんか隣が騒がしい。お、気が、あ、トキタン、あれ、トキタン、トキタン、トキタン、やっぱりいるのかな、トキタン、トキタン、トキタン、起きてるかい。あ、でもトキタンさっきとポーズ変わりますね。あれ、そうだ、さっきこうだったの。あ、あれ、なんかちょっと変わったよ。できるのかな、ちょっと動くのかもしれない。なるほどで、なんかほら、ちょっと動くのかもしれない。あ、じゃない、くぐってみたら動いたりする。くぐってみるか。やばい、強い、トキタン。やばい、やっぱりマネキンなんじゃないか。ダメな、トキタン強い。うんうんうん、マネキンだぜ、そいつは。マネキンだ。どうせ気のせいだろ。強い、気のせいかな。こんな疑って、俺を騙そうとしているな。いやー、うちも騙されてるんだけど。そういうことだな。そんなに俺をね、そんな、そんなに俺が頭悪いと思って。頭悪そう。そういえば悪いなんてないんだ。そういえば頭悪そう。そんなことはない。騙されやすいなんてことはないで。ほんと？おうよ。今度お前、今度あれやりましょう。あの、何やるの？テスト？テスト？ん？何のテストだね。常識、一般常識テスト。一般常識、鮭がどれほど頭がいいのか。おお、なるほど。鮭がどれほど人間界に浸透しているのか。なるほど。おお、今度勝負しようか。いや、勝負はいいや。勝負はしない。しないのか。セタはちょっとまだ。おお、ちょっと。おお、そいつは楽しみだって。セタはちょっと漢字テストなんてどうだい。いや、セタはちょっとあの食べるの必死に。なるほど。算数なんてのはどうだい。算数嫌いだもん。 3×8 は何だい。3倍24だもん。あー、勝った。やった、勝った。ちくしょうなのね。勝った。待って、叫びさんレベル低いもんね。まあ、合わせてやったんだね。これなら勝てるかもしれないわ。紳士的な優しさなんだね。あ、この俺のハートフルな。いや、こう言ってるだけできっとバカなんだ。そんなことないで。きっと。こう見えてね、やっぱりね、脳ある鷹は爪を隠す。お、な、お、頭いいふりしてきた。そうなんだね。いや、まあね、鮭のくせに。やっぱり脳のある鮭はね、うん、なんだ、ヒレを隠す。ヒレを隠して、隠して。隠して、隠して。あ、こっちがヒレ。ヒレを隠してる。見えてる、見えてる。ダメだ。隠した。こういうことなんだね。こいつはダメだ。こいつは武士の魂なんだ。瀬田にも刀欲しいわ。瀬田も暴れたいわ。それをね、君に刀を渡すと、もう俺が、あの、コテンパンに。食べたいわ。見ているんだね。うん、食べたいわ。絶対に渡さないで。うん、いつか奪ってやるわ。そんなことはさせないで。俺が叩き切ってやる。いや、トキタンと協力して。おね、トキタン、トキタン、トキタン、あれ、トキタン、あれ、トキタン今こっち向いてなかった。お、
そんなことはないと思うね。またそうやって俺を騙そうとしているんだな。俺はそう簡単に騙されないで。こっち向いてたもん。そんなことはないだろ。起きた。これが起きてたらもうね、世の中ね、あれだぜ、もう心霊現象だらけだぜ。え、トキタンって幽霊？そんなことはないと思うんだよ。俺たちと一緒に活動する仲間だからな。ただこれはただのマネキンだと思うんだよ。いや、違う、分かった。嫌われてるんだもん。あ、なるほど。俺は好かれてるけど、やっぱり新人のね、え、待って、違う。セットで嫌われてるわ。なんてこと。違う。俺たちが嫌われてるっていうのか。待って、シャキフェスさんが嫌われてるわ。あの、同じシャキ意識が、ね、おいおいおい、何言ってるんだ。同じシャキを見て、お、いいシャキがいるんじゃないかいと。いや、違う違 う, う, う潰してやろうって思ってるんだ。ハハしてるんじゃないかい。ハハはしてないと思う。してないかい。だって、黙ってるもん。どういうことなので、どういうことだわ、まあ、ただの人形じゃないのかいかな。うん、さっき踊ってたわよ。こんなことはないと思うぜ。あれ、踊るんだったらもうね、うん、俺だって気づいてるはずだからな。お、そうだよ、うん、待って、さきみさんずっとこっち見てるじゃないですか。気づいてない。それでも気づかない。全然わからないで。あ、じゃあ勘違いだと思うね。うん、まあそうかもな。俺も結構視界狭いし。視界狭い、うん、目大きいのに。目は大きいけどな、やっぱちょっと目が乾いてドライアイなんだぜ。あ、目薬さしてあげる。目薬も欲しい。トローリするやつな。トローリーいいね。ドライアイに効くやつ。今度買ってきてあげるわ。あ、欲しいね。魚眼レンズ用な。魚眼レンズ用どういうこと、うん、コンタクトレンズじゃなくて魚眼レンズな。売ってないわね。よろしくなので。難しいわね。この魚眼をね、うん、この球体のこの丸みを保護する、ね、素晴らしいやつ頼むので。海水でいいかな。素晴らしいな、海水がいいな。海水今度持ってくるわ。ま、ただあの、この普通のね、小さいタイプの目薬だとちょっと足りないから。うん、ちょっと足りないね。全部使っちゃ う、ね、うん、結構大きいやつ、業務用サイズ。なんか笑い声が、え、何かあるのかい。なんか一体何があるんだい。あれ、なんかお笑い声が聞こえてきたから。おい、笑ってるのはそんな怪奇現象起きるわけがないだろ。まさかシャケブさんで笑うわけないし。そうだな。え、何を言ってるんだい。俺で、お、なるほど、俺が面白すぎて大爆笑。え、きっとそれはないと思う。あー、それなら納得だな。いや、ありえないわ、嫌だわ。何が嫌なんだね。叫び師さんが笑いを取るわけがないわ。おい、俺いつだってもう大爆笑を引き起こしてきて、もう世界の笑いの 83% は俺が作ったと言ってる。微妙な数字だわ。83でいいか。結構頑張った方だ。90って言うじゃないの、普通。90、まあここまで来たら90で言えばよかったな。そう、残り 10% はまあよく分からないけど。しかも死者購入したら80になっちゃうし。あ、減っちまうな。もうちょっと、もうちょっと漏れればよかったね。チェキショ失敗したんだ。ダメだわ。そうだね、うん、もうちょっと頑張っていかないと。頑張って、うん、もちろんだね。まあね、動いた気がした。そんなわけがない、うん、全然。これ最後まで動かないのかな。え、だって動くわけがないだろ。あれ、お人形が動いたらそれはもう本当に怖いことなんだぜ。お人形だったの、トキタン。こいつはお人形だぜ。お人形だったの。もちろんだぜ。へぇ、ね、大きいお人形だこれ。そうなんだぜ。等身大抱き枕的な。抱き枕的な、よくできたドールちゃん的な。ちょっと向いてるけど、うん、いや、まあそういう感じで作られてるんじゃないかい。ほう、な、俺は特別動けるけど。いや、サケフェスさんこそあの黙ってていいね。そんなことはない、うん、俺はやっぱりね、喋らないと、暴れ回らないと。もういいよ、もう時間だよ、もういらないよ。子孫繁栄も保存できないから。うるさい。もういいよ。うるさくはないんだね。もう元気は喋るということで、もう世界中が湧くから。滑ってるわよ。ほら、もういいんだよ、時間なんだよ。なんてこったで、ね、まあそんなこんなで、なんだかんだで、うん、今日も楽しく、ね、嬉しく、美味しく、美味しさはあったかはわからないが、美味しさあったと思うわ。美味しかったな、ね、告知はないのかも、うん、告知はだな、うん、まあさらっとすると11月25日に、うん、ここはね、エンテナイトまたあるから。あ、エンテナイト、次のエンテナイト、ね、お楽しみにっていうことなんだね。ね、そこではもちろん俺も大活躍。もしかしたらトキタンも出るかも。あ、トキタンも一緒にやろうぜ。あ、ん
仕方だわ。それは人形なんだよ。辛いわ。だからしょうがないんだよ。精神えぐれてってそんなことはないで、お人形が喋らないの当たり前だろ。あ、そっか。なじゃあお人形に話しかける鮭節も結構痛いもんね。おいおい、何を言ってるんだね。結構危険な。俺はもう寝るとき毎日こう隣にテディちゃんを抱いているから、ね、やだ、気持ち悪いよ。おいおいおい、やめてくれ。やだわ。これぐらい俺はお人形大好きだからな。へえ。もちろんだね。知りたくなかったってことで、はい、なんてことで、まあ、そんなこんなで次の園庭ナイト、そして鮭節ナイトも、お、さあ鮭節ナイトね、また見てもらわないといけないな。来週もこの時間で、来週もそうだな、この時間にやるから、はい、ね、みんなこの時間まで訴状を我慢しておいてな。え、待って、人間も訴状させるんですか。あ、人間としないの。え、訴状って何。訴状ってあの産卵のためにこう登ってく、川を登っていくやつ。人間しないわ。あ、そうなの。しないわ。マジか。え、今知ったんですか。マジか。え、初耳だわ、これ。いや、みんなするんだと思って俺今まで頑張ってきたんだけど。本当か。これダメだったか。やっぱ鮭節は無知だわね。ちょっと人間用のお勉強が必要だな。そうですね。うん、今度は鮭節ナイトで。よし、お勉強会でもやろうね。な、そしてね、うん、お勉強してパワーアップした鮭節をみんなに見せてやるんだぜ。ってことで今日はここら辺で、うん、おい、そうなんで。それではみんな、ね、また来週もその次も鮭節ナイトよろしくなんだね。見てほしいわ。そうなんだね。じゃあみんなバイバーイ。元気で。